久々のレビュー会。はい。久々よね、レビュー会。そうですね。久々っすね。よし。じゃあもうやっていいですか。どうぞ。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本日はですね、うん、バフについて お話をしようと思います。はいはいはい。僕がいつも頭部に着用しているこれですね。話し始めのジャブに何にも持っていない状態でレビューを始めてそのまま突っ走るというラフプレイも考えたんですけれども、うん、ただいまからレビューを始めますって言って何も持ってへんみたいな、さすがにそれは一体何をレビューしているんだとなること必死で、うん、ご覧いただいている方の心情も考えずにですね、うん、レビューをやり続ける、これはドルフのブートキャンプのポリシーにも反するということと思いますのでやめようと思います、うん、はい。もう一回言ってくれる？いや全然入ってけへんねんけど。あ、要するにあれやな、その。いや、この状態でレビュー始めたら。適当に喋ろうか思ったけど、やっぱある程度ちゃんとやらなあかんと思い直したってことやな。うん、はいはい。まず結論から申し上げますね、うん、バフについては。不当とペプチドよ、スネーク。バフ？お風呂に入るんすか、今から。え、でもバフやろ、今回。はい、バフっす。あんたが、なぜ頭にずっとバフを巻いてるのかって、それ誰のオマージュ、はい、あ、それはソリッドスネークですけど。スネークでしょ、はい。ってことは、不当とペプチドよスネークで合ってるやんか。で、僕は入浴剤のバブや思って、わけわからなくなってたんすよ。なんでバブなん？いや、どっから出てきたん？いや、お風呂入りたいから寒いんかな思って。不当とペプチドよ、はい。こうらへん、はい。もうやめましょう。やめやめやめ。うん、何のこっちゃ分かれへんよ。メタルギアソリッドやってる人やったら、あーってなるやろうけど。あ、まあそうですね、うん。バフはでもそうですね。うん。シャドウモセストーや。シャドウモセストーなとこありますよ、うん。でですね。そのエングレーブには何のタクティカルアドバンテージもない。はい。急に。だが、いいセンスだ。若き日のリボルバーオセロット。そうですね。お前はオートマチックには向いていない。どちらかといえばリボルバー向きだ。結構やってますもんね。大好きですよ。かっこいいじゃないですか、あのシリーズは。ほんまにだって、はい、何も考えずに一瞬で声分かる人ってやっぱ俺大塚明夫やもん。ああ、分かりますね。うん。すぐ分かる。嫁とかはな、はい、意外と大塚明夫の声でも分かれへんらしいけどな。へ、ね、ー。若、うん、若、なんとか、ウォーグダ君の人。若本さん。はい。うん。と、区別がつかんっていう人いましたけど。俺は今、レビュー会を取る気分じゃないの人な。はい。うん、はい、これな、結構な、エネルギー貯めてからじゃないとできひんから、ああ、ちょっと疲れるんですよね。申し訳。はい。結論から申し上げますね。うん、はい。バフを頭に巻いて被るのは、うん、当たり前ですけれども、うん、頭部の保護です。当たり前ですよね。あ、まあ、帽子代わりね、はいはいはい、具体的には外傷と温度からの保護です、うん、で足を保護するためですね、うん、夏でも長ズボンを剥がれる方が多いと思うんですよ、はいはいはい、で同じような感じで頭部の保護もご検討いただきたいっていう話です。うんうんうん。あの、俺よね、登山中でもさ、はい、あのサンシャイン池崎みたいな短パンで山登ってるやつとかさ、あれはやめた方がいいですね。危ないよなあれな、はい、イエーイって言うんかと思う、ほんま。あの、UL の人らには多いですね。あ、見たらみんなで言うたったらいいんじゃないの、池崎って言って。いや、それは言わんでええと思いますけど。あ、短パン履いとって、会う人会う人に池崎って言われるようになったら短パン履く人減るんじゃないの。身を守るために長ズボン履くという意味では合ってるのと思います。でも今守ってるのは多分心の方やけどな。はい。植物基本どこあるんで、そうやんな、はい、うん、そういうのに触れるリスクもありますし、漆とかな、はい、おるんで、カエンタケ、はい、トリカブト、そうっすね、チュパカブラ、はい、チュパカブラって何やったっけ。ユーマっすね。ユーマやな、はい、そうやな。キャトルミューティレーションの一種で、チース太郎かな、チース吸われてて、で、なんかそういうあんまり身長が高くない
で、メロウォーキーなんかこう、なんかカンガルーチックなのか、はい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 、すごい勢いで逃げていったみたいな。で、チュパカブラ。あれがチュパカブラか。はい、あフライングフィッシュはあのフレームレートの問題やという。あ、あれは解明されましたね。ですね。はい。あとは、ビッグフット。あの、ネッシーって、あ、ネッシーな。なんかその、大規模調査をこの間もなんかやったんでしょ？やってましたよね。面白いですよね。で俺でもユーマ好きよ。あ、ほんますか？うん。あの、でも、あれでしょ？あの、ネスコのネッシーって、近くでなんか、サーカスかなんかやってた時の、象、うん、がなんか水浴びしてた時の姿やったっていうのが、うんうんうん、有力視されてるんですけど。うんうんうん、こういう作品ですよね。はい。なるほどーと思って。俺、最近、まあ、うちのちびっと、はい、よくその、盛り上がってんのが、はい、メガロドンはいるのかどうかっていう。あメガロドンって、うん、あの、サメのでっかいやつ。そうそう、ね。だから、サメが食いちぎられる、巨大なホウジロザメとかが食いちぎられるような化け物の歯型がついた死体が打ち上げられたとか、とかなんかそんなんでおるんじゃないか説があんねんけど、なんかかなりドライな冷静な分析をされて、はい、いないって論破されてたけど。ああそうなんですか、うんうん、あでもなんか歴史上っていうかその白亜紀とかジュラ紀とかには、うん、めっちゃでっかいやつおるでしょ。なんか名前忘れた。おるんですよ。あのおるんですけど、はい、サメってね歯以外軟骨なんですよ。だからあの化石が残らないんですよね。へえ。だから今のサメっての体調に対して歯はこれぐらいの大きさ、見つかった化石の歯がこれぐらいの大きさやから全長今よりも倍ぐらい大きかったはずっていう推測でしかなくて、はい、あの単純に今と同じ体型で歯だけでかかったっていう可能性は否定できないんですよ、サメって。あのティラノレックスがどんどん解明していくにつれて小なっていったみたいにならないですかね。あ、鳥みたいに羽生えてたとか。急に、はい。なんか僕が小学校の時のティラノサウルスって、めちゃめちゃかっこよかったんですよ。うん、うん、そう、めっちゃ走るの速くて、そう。なんか追っかけ倒されてみたいなイメージだったよな。はい。もうなんか、あの、それはジュラシックパークのイメージがすごく強いから、うん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 、あの、TX みたいなのが、もう、ゴーみたいな、うんうんうん、やばいみたいな。でかいみたいな、あれ、あったのが、今はなんか結構可愛らしいのになってるでしょ。なってるし、実は走られへん方とかいる説もあるし。やめて。あれ、こうやってついてくんのやろ、多分。やめてほしいって。脱線しすぎや。いや、はい、いいでしょ。いいですか。はい。頭部の保護の重要性について説明します。はいはい、主に外傷と温度に対する耐性の確保についてですね。うんうんうん、まず外傷については、もちろんヘルメットほどの高い耐久性というのはないんですけど、うん、バフってずーっとつけてられるんですよ。はい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 、もうずーっとで。具体的に登山においてつけててよかったなーって思うのは、ちょっとした鎖場とかはしごとかを通過するときに、頭をこう壁に擦ることがあるんですよ。うん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 、でこういう感じする。うん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 、でそういうことをするときには、遭難救助隊の人たちの休憩の仕方の時も頭をこうやって支点にして休ませな。ワンちゃん見てるかもしれないんで。あんまり。ちょっと待ってねえのあれ。はい。ちょっとあんまり、うん、ほんまに頑張ってやってはったんで。いやいやもうあの人たちに対してはリスペクトしかないよ俺は、はい。うん。ちょっとそこ。あの、決してバカにしてるわけではない。バカにしてない、うん。はい、あの、本当に、あの、ね、あの、身を切ってやっていただいていると。はい、そうなんです。自分の命とさ、自分の家族のリスクを、他の人を助けるっていうところに対してぶつけてる人たちなんやから。その消防隊の人たちもそうやし、はい、自衛隊の人たちもそうやけど、リスペクトしかないですよ、そんな。うん、できないですからね、うん。お前命かけて国のために戦えって言われて戦ってる人たちなんですから。うん。うん、リスペクトしかない。で、昨日枝とかに頭ぶつけたりとか、そういうことがありますよね。で、あの、いつ起きるかわからんので、ずっとつけてる時のメリットのは大きい、うんうんうん、大きいっていうの話ですね。で、以前にあった経験では頭をぶつけた植物が何だったのかわかんないですけど、トゲめっちゃついてたりしましたわ、うんうん。あー、ありえるよな。はい。あの余談なんですけど、はい、僕ニュージーランドに行った時に
あの激ヤバトゲトゲ植物ってギンピーギンピーってのがあるんですよ、うん、でそれはニュージーランドにはいないよって言われたんですよ。オーストラリアにはおるけどみたいな、うんうんうん、でやっぱり危ないのはサンドフライだけやと思ってニュージーランド行ったんですよ、うん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 、で行ったらものすごい凶悪なあのツル状の植物生えてたりですね、もうほんまに お前をしやるみたいな。ニュージーランドってさ、はい、こんなトゲいっぱい生えてるやつおるやんな。あ、おるおるおるやんな。ほんまに、もうなんかもう、いや、もうなんかもう、ほんまにもう。あの、RPG に出てくる罠みたいなやつやろ。あ、そう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 。あるな、あれ、あれすごいよな。で、すっごいもうトゲトゲでツル状の植物生えてて、うん、バスの添乗員の方曰く、よく羊が毛が絡まって動けなくなって死んでるとか言ってました。あ、そんだけ強いんや、あいつら。強い。ちぎられへんレベルなんや。ちぎられへんみたいです。やばいなぁ。はい。何を目的にその進化遂げたんや。いやぁ、何があったんですかね。筆、そのギンピギンピっていうのがすげえやばいやつなんですけど、そいつに、のがイラクサっていう。イラクサも刺さったらあれ、軽く痺れたりするとかやったよな。毒あったよな。ヒスタミンとか含んでると思うんで、めっちゃ、痒いと思いますよ。で、もう普通に履いてるって思いました。全然安全ちゃうやんけって思いました。で、バカかぶる理由なんですけど、うん、虫がめっちゃ多い時に耳の穴塞ぐのはすごい便利です。俺もこうしよう。あのなるほどな、はい、山行く、行ったら、うんうん、なんか頭の周りにめっちゃたかってくるちっちゃい虫。ああ、おるね。おるでしょ、うんうんうん、あいつら何なんですかね。でも、まあ、バス釣りしてる時の古城にもおるし。あ、おるでしょ、おるでしょ、うん、あいつら何なんやろね。頭にたかってくる、あいつらとかおるときはこうやって身守ってます。あ、で、あと次に温度からの保護についてなんですけれども、頭部は温度の変化に弱い場所部位です、うんうんうん、で、気温が高いときは放射によるあの温度の上昇を抑えるためにかぶったり、流れ出る汗を止めて頭を冷やすために装備してます、馬法よく。うんうん、放射による温度の上昇、直射日光は防ぐってこと。ああ、太陽からの放射ってこと。そうそう、ああ、そういうこと。はい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 。で、夏はインビスタ社のクールマックスを使用した素材をよく僕使ってます。あと、まあ、それも言うといた方がいいんじゃないの。バフって何種類かあるよね。あ、そうそうそう、バフ素材であの選んでいただくのがすごくいいです。うんうん、うん、あのクールマックス、クールマックス、はい、とか、あとはもうメリノールですね。まあ、クールマックスよく使ったり、あとこういった化学繊維を使った素材を夏場よく使っています、うんうん、ただ匂いが出やすいんで、うん、イータックスプレーを着用して、はい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 、使ったりしています。イータックススプレーはすごいね。あれはほんまにすごいですよ。イータックススプレーで1本取ってもいいぐらいちゃうの。あ、1本いけると思います。うん、何よりもあれ効果が長い。あれ1週間持続するとかやな。はい、マジで山で重宝してもほんまにイータックスプレーはほんまにいいですね。あれすごいな。あのジャミラは頭部が出ていないので高熱は苦手かもしれないですね。ジャミラってウルトラ怪獣の。はい。まあ首が出てないで高熱苦手かもしれないですけど、ジャミラには水をかけてはいけません。僕はジャミラを救いたい。あ、救いたいんや。はい。じゃあ許す。これ誰目線なんや。いや、わかんないです。で、冬場については頭はあの手足のように体幹から出てるような構造をしてますので、うんうんうん、あの温かい血液の貫流が絶えずある部位になります、うん、で、あの体温分布においても熱が逃げやすい場所になりますので、うん、あのこういうバフで頭部を守ることを推奨したいと、うん、特に冬場なんかまあまあ半分常識かもですけど、はい、頭から熱逃げるからキャップかぶりましょうって言いますもんね。そうそうそう、うんうん、あ、頑張って体温計を、これ前もどっかで動画で言ったか言うかもしれないですけど、うん、まあブスってここ刺したら36度5分刺さないんですよ。うん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 、で腕も同じでブスってここ刺しても36度5分ならないんですよ、うんうん、でもこの体幹の部分っていうのは36度5分になってるんですけど、うんうんうん、あの同じように頭の中にこの顔のところに体温計頑張ってブスって入れたら36度5分になってるんですね。え、そうなん、頭ってそうなん。あ、そう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 、口の中に体温度計入れるでしょ。あ、なるほどなるほど。ビビちゃんも耳にズボって入れるじゃないですか。ここはそういう温度なんですね。
脇も 体幹に近いからっていう。あと一番正確なのは直腸音ですけど。あ、直腸音な、はい。でも腕とかやったら多分温度25度とかそんなんやったはずです。体温計頑張ってズボッて入れたら25度なんや。そんな下がるんや。下がる下がるっす。へえ。この足とかもそういう。へえ。あとはでも頭はでもあのそのすぐこうあのなんでしょう、頭蓋骨があって熱の伝導とかの関係もあるかもしれないです。肉で覆われてないでしょ、皮と皮膚と。そういうのも熱の逃げやすさになってるのかなとは思います。あー、なるほどな、はい、はい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 。首とかもそ の, あのそのくせ頭ってあれやもんな、あのめっちゃ血管集中してるから。そう、わざとなんやろな、そういう風に作ってやんやろな、あの血管を表面に近いところにいっぱい集めて、はい、人間って立ったじゃないですか、うんうんうん、その四足歩行をしてって生活してた時から、うんうんうん、で立った時にあの頭重力に穴が抗って上に血いっぱい送らなあかんくなったんですよ。なんか手が使えるようになったからいっぱい物を持って帰って家族に分け与えることができたから、その、あのファミリーだけが増えてどんどん増えたみたいな、ね、歩けたから手が使えてみたいなのがあったりとかするみたいですけど、なぜ立ったら重力に、うんうん、重力に穴があっていっぱい血を送らなあかんくなったんですよ。であのそれに伴ってあの知能も持ったもんで、うんうん、すごい勢いで頭が脳が大きくなったんですよ、ギュッて。でおかげで細くて脆い血管をいっぱい増やす必要ができてしまって、あ、なるほどな、いっぱいその脳のあの病気になりやすくなったりとかしてるっていうのはよく聞きますね。今思ったけど人間ってさ、はい、他の四足歩行の動物とかと比べてさ、はい、足の太さが普通じゃないよな。変ですよ。バランス他の動物と全然違うよね。馬とかだって体あんなんやのに足こんなんや。足はガラスの足ですね。なあ。馬もなあ。鹿とかもそうやん。まあ、象とかはちょっと足太いけど。そうですね。人間はちょっと変かもしれない。なんか変やんな、バランス言われてみれば。で立ったから頭にふくらはぎから血液送らなあかんから筋肉でかなったんかな。でかなったんすかね。いろんな学術研究あると思います。うん。結果だけ聞かして。ドルフのブートキャンプ。で、あの、冬場好んで使用するのはメリノールのこのヘビーウェイトの、あの、バフ使うのが好きです。うん、うん。よう見ますね、それ。はい。で、夏場も冬場も兼用して使うんやったら、うん、メリノールのライトウェイトが使いやすいと思います。はい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 。で、あの頭部に装備するときはいつもパイレーツスタイルで僕装備してます。あのこうやってやるやつね。そうそうそう、うん、あの登山してますけど頭は海賊なんですね。まあでも今釣りしてるからぴったりなんじゃないですか。そうですね。で、あと腕につけてこうやってリストバンドみたいにすることもあります、バフ。うん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 、うん、あのあとドルフシみたいに首につけたりすることはもう方法としてもちろんあるんですけど、うん、釣りやってる時もね、バフって、まあ、これバフじゃないですけど、はい、まあ、似たようなもんじゃないですか。これめっちゃ便利で、帽子かぶるでしょ、はい、あのこうやってサングラスさらにかけて帽子かぶればこっから上の日焼け全部止めるんですよ。あー、めっちゃ有利ですね、うん、首の後ろもちゃんとかぶる、カバーできてるし、はい、だからあの釣りってほんまにあの舐めとったらえぐい目見るから日焼けで、はい、あの俺琵琶湖行った時あ、やばかったっすね。太ももやけどになったから大変やったあれほんま。真っ赤っかなって痛い、ジンジンするって寝られへんかったあれ。だから、はい、完全にあれはもう日焼けというかやけどやったな。あ、そうですね、軽度やけどやったな、はい、そうそう、だからほんまに釣りするときにもおすすめっすよ。あの釣りだけじゃなくて登山中にこうやってサングラスかけてしまえば女性なんか特に焼けたくないでしょうから、あの日焼け止めとしても使えるし、あれ UPF 何ぼかついてたよな、ラフって確かついてたと思います。ただ正確な値とかはちょっと、うん、まあそれはちょっと調べて出しときますわ。はい、
まあ、こうやってリストバンドみたいにして使うこともできますし、うんうん、首に巻いたりするのと、うん、あと結構使うことで、アウトドアしてるときによく使うのって、うん、熱いもの持つときとか、はい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 、頭にあるから、キャビンアテンダントの方の首に巻いてるスカーフみたいな感じ。パッていけるっていう。頭にある。どうすんの？広げて風呂敷にするってこと？あれって。バフを。じゃなくて、CA さん。あれ、止血帯っす。あれ、そういう目的なんや。はい。ああ、そう。はい、それ使ってる人はいるんかなと思いますけど、ほんまにやばい時はあれで行くしかないんじゃないですか。メディーク言ったらシュルシュルシュルってしてくれんの。ほんでギュッてしてくれんの。はい。へえ。っていう話ですけど。へえ。まああれですね、頭にあるとすぐ使えるメリットって大きいんですよ、やっぱり。パッといけるんで。で、頭を使えという言葉は僕の辞書にはバフって、バフでどうにかしようって書いてますわ。頭を使えという言葉を頭を使えという言葉を僕の辞書で引いたら、バフを使えっていうふうに書かれてます。バフでどうにかしろって書かれてます。これって皆さん意味分かってんのかな。もう言ったんです。俺が理解力ないのかな。いやドルフ氏は悪くない。で、あと、これ結構僕ちょっと強く言っときたいというか、おすすめのことなんで、はい、誰かに、プレゼントするときとかにバフをおすすめです。あー、いいな。はい。価格もそうやし、もらっても絶対困れへんし。はい。これなんやろみたいな感じで、結構、いろんな使い方できるんで、こうおすすめですよ。ほんまやな。プレゼントにいいな。バフはすごく、アウトドアやってる人からアウトドアやってない方に対してです、送るには。で、バフなんか何個あってもいいんで。かぶっても全然いいんで。で、ちなみに、僕が、よくやってる、今、師匠からバフをいただきました。こんな、何個あってもいいですからね。はい。いや確かに何個俺もでも多分その類似品入れたらバフって4つ5つ持ってるよ。持ってますよね。うん、それこそほんまに夏用とメリノのやつとみたいな感じで持ってる。でバフかぶってるとすごい汗止め効果がやっぱすごい強いんで、汗止め効果な、はい、すごくいいですね。で僕いつも使うそのパイレーツスタイルにする方法って一応お示ししますと、こうやって持って、まあ書いてますけどね、こうやってやって、で、こうですわ。で、あとはこれを被るだけっていう。こういう感じで被るっていう。一個聞きたいんだけどさ、はい、なんであなたはその頭皮を晒すことを極端に動画中はダメってしてんの。別にハゲてないやん。いやハゲてないですけど、髪型で、髪型ってその人の顔の印象を決めるすごい大きい、ああやと思いますよ。すごい要素なんですよ。でずっとこの状態で折れるわけですよ。多分4年ドルフのブートキャンプ始まって4年経つじゃないですか。もう5年目か。5年目かな、はい、一番初めの動画の僕と、今の僕ってほとんど変わってないはずなんですよ。髪型が変わってないから。なるほど。はい。衰えはありますよ。っていうので、あんまり変わらんのと、はい。あと、バフつけて街中歩くじゃないですか。やっぱ声かけられるんですよ。へぇー。特に石井スポーツとか。そりゃそうやろ。僕らやってることがやってることなんで。やってることやからな。すごい、濃度が上がるっていうのはあると思いますよ。ご視聴いただいてる方の濃度上がると思いますけど、バフつけてなかったら全然声かけられないんですよ。なんか、あの会話行った時、1日で何人かに声かけられた時あるんですよ。あの時4人やったかな。やったよな、言ってたよな。すごいことになって。っていうか、普通に歩いてる時に、まあまあトントンって来られたら、ビクってするもんな。どうしたのかなみたいな。なるけど、
いや別にその声かけられるのは全然構わないんですよ、うんうん、で僕その全然それは話しかけていただいて全然大丈夫です、うん、ただつけてなかったら絶対話しかけられないですよね。多分あれ普通に気づいてないと思います。でそれはやっぱ髪型が何かわからないからだと思います。うーん、実はめっちゃロン毛やったりしてみたいな。あ、そうやん。でも多分はい、ご覧になってる方で髪型って知ってる人ほぼおらへんってことやんな、じゃあ。ご覧になってる方で知ってるのって、ココヘリの方ぐらいじゃないか。あー、レアやなあ、そうか。だってカメラ回そう言うたらいつもあなた慌てて被るやんか。被る言うたらあれみたいやけどさ。あ、だから僕は西の家の議員さんなんじゃないんですって。まあでもそうか。はい。あとは。まあトレードマークみたいになってんもんな、もう。あ、そうそうそう。うん、だで僕のコスプレしたいと思ったらバフかぶってもらったら。まあでもその、あなたの元ネタがスネークやからコスプレのコスプレやけどな。あ、そうですね、そうですね。うん。ああ、元ネタの元ネタでもそう、そうですけどね。うん。ですよね。でもバフはほんまにいいですよ。うん。いや、いいと思うっすよ。靴下と同じ感覚で被ってますもん、僕。靴下頭に被んなよ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。ほら。まあ、エッセンシャルなものっていうことね。そうそうそう。COVID-19 が流行った時に、マスクみんなしたじゃないですか。うんうんうん。まあ今もマスクはした方がいいと思いますけどね。うん。みたいな感じでバフ被ってます。ゴルフのブートキャンプ。俺でもさ、COVID-19 でさ、マスクつけるようになったやんか。はい。はい、未だにやっぱマスクがないとなんかちょっと気持ち悪いように変になってしまって、俺。あ、でもそれでいいと思います。逆洗脳みたいになってしまって。で、俺喘息持ちじゃないですか。はい。マスクしてた方がね、喉がえってなりにくい。なあ、全然いいことじゃん。保湿なんでしょうね、多分。はい。それ大きいと思います。だから喉の乾燥に多分僕弱いんですよ。喉赤ちゃんやから。なんで止まった？いや、ほんまに悩んでるんやったらちゃんとした方がいいんちゃうかなぁ思って。いやいや、ほんまに悩んでるほどじゃないんですよ。ただ、結局こうやって、ちょっと、湿らしてる感じ、保湿してた？加湿してる？保湿？加湿？の方が、調子でいいんですか？とか、っていうのが少ない。動画撮るとき、声張らんと、わからへんから、うん。そう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 。意外とね、むせるんすよ。うん。まあ、やってもらったら。わかると思うんすけど、はい。レビュー動画とか、結構長めの3本、4本、1日撮ったときって、結構、撮り終わった後、結構、喉潰れるもんな。潰れますね。うん、だ芸人さんとかすごいな思うもん。舞台で大きい声出して、一日何舞台とかするやんか。なんかやってるんやと思いますよ。喉中みたいな。喉中？喉中。ボーカルの人がレコーディング中とかにやる、喉の炎症を抑える注射。わー。一本打っとくみたいな。ここに打つんすか、うん、アスパラドリンクみたいな。一本打っとくって。喉に注射するんですか。ほんまにほんまに喉中って言うねん。いやーマジっすか。うん。いや普通にアズノールの入ったんなんか舐めといたらって思いますけどね。なんかな、その喉の炎症を抑えてちょっと筋肉ほぐすんやったかね。だから肛門域が出やすくなるかなんかっていうのもあったり。なんか聞いたことがあるけど。いやもうそんなことしてまで歌うなって思いますよ。もう休みなはれって思いますわ。でも休まれへんか。休まれへんよ。だってプロの人らが使うレコーディングスタジオなんか一日えぐいんやから、あれ。うん、あ、そうか。価格もあるもんな、うん、なあ、そんなんして、頑張るなあかんか。俺が聞いたところでここすごいよっていうのを1日で90万って言ったんちゃうかな、レコーディングスタジオ。はあ、90万はエグいっすね。うん。だから1週間伸びた言うたらもう500万ぐらい飛ぶんですよ。そりゃ喉中するでしょ。
なんでそこをキャッチーにするんかっていう。いやでもそんなあんのかな。じゃあ喉にブスって刺すんかどうか知らんで、はい、あのケツに刺して結果ここに効いてるんかもしなんか知らんけど喉中っていう喉中っていうワードはあんねん。了解です。うんうん。まああんねやろな。やるでしょ。まああるわな。あるんかな。まあまあはい。ボンブスって刺すのはなんかあるわ。だってレコーディングのさ時プロデューサーとかで追い込む系の人とかって歌わせる回数とかえぐいで。ほんまに同じフレーズだけを連続で何百回とか平気で歌わされたりとかするから無理やわ。まあでもそういうもんですもんね。で今っていうかまあそのデジタルになってからさプロツールスで切ったはったできるようになったけどさ、はい、切ったはったができひんかった時代ってここよくてもここあかんかったら最初からってなってたでしょ。えぐいわ。今はそのワンフレーズ、このワンフレーズっていうのをつなげれるようになってるからいいと思うんですけど。はい。それがで、でも、それができひんかったから、昔のミュージシャンってやばいんやろな。やばいっす、やばいっす。あの人らのうまさってやっぱちょっと別次元のとこあるのってやっぱそこなんやろな。もうすごい筋トレするようなトレーニングを繰り返して繰り返してのたどり着いた。あとはその、はい、ミスったら、また最初からやり直しやっていうその重圧に耐え続けてきた精神力みたいなのもあんのちゃうの。できひん人はやめたでしょうし、ね、できそう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 今はもうそこがごまかしごまかしでできちゃうやんか。はい。今とこの間ドルシに送ってもらったあれですけど、うん、AI やばいっすね。 AI やばいよな。あちなみにYouTube で検索してもらって出てくると思うんですけど AI を使ってカート・コバーンが歌ったみたいなを作れる時代になってて、まあカート・コバーンに限らずなんですけど、はい、僕らが感動したのは、その、もう、大昔に亡くなってるカート・コバーンが、現代の AI 技術を用いて、全然その本人の曲じゃない曲をカート・コバーンが歌ったみたいなのを作るんですけど、うん、これカート・コバーンって思うよね、あれ。思いますね。あれほんまにな。あれ、すごいなーって思いましたけど、うんなんかその、どっかこう、これが普通になるのかなって。その、インターネットが出てきた時って、こんなもん流行るかいって言った人たちがいるんですよ、やっぱり。うん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 、こんな何使うかよ、わからへんみたいな、うん。掲示板がどうとか便利かもしらへんけどって言って、結構、まあ、言ってた。なんで、2チャンネルの前身の掲示番組で、当時、アンダーグラウンドと、ほんまに言われていたような。Welcome to the underground. はい。の時代の話ですね。それは、そういう時代が。ピアツーピア。ピアツーピアとか、急にぶっ込んできたけど、ウィニー事件の時って、僕らほんまに、当時ほんまにそのど真ん中にいた世代なんで。おったね、うん、ウィニーとウィン MX の時代やったもんね、あの頃は。そうそうそう、うん、今もそんなんないですけどね。あんなことする理由がないですからね、普通に 見れたり手に入ったりしてしまうから。もうそういう時代ではない、うん、で当時その何か新しい技術ができた時にはそういう風な話って繰り返されてきたんですけど、AI も今そんな感じで見てるかなって。あともう多分10年もすれば当たり前だと思います、AI が。今さ、俺ふと思ったけどさ、はい。MX とかさ、あっち系のんでさ、非公開ネットワークでファイルやり取りするのってあったじゃないですか、あの当時。はい、ありました、ありました。ダークウェブと一緒やな。あ、一緒っすよ、一緒っすよ。今はそれがもうダークウェブに行ってる。繰り返してんな。面白いな。はい。ダークウェブでも、ほんまにあれじゃないですか。僕が知ってるダークウェブって、うん、これあんま YouTube で言っていいんかわかんないんですけど、うん、その Google で検索のキーワードで引っかかるところが、そのいわゆる普通のインターネットの領域じゃないですか。うんうんうん、光が当たってる部分じゃないですか、うんうんうん。で、光が当たってないダークウェブと言われる部分っていうのは、一番浅いところで言ったら URL を叩いたら初めて見れる、うんうんうん、検索キーワードを Google とかに検索かけてもヒットしないっていう、うん、あれは
あのロボットドットテキストにあの書き込むだけですからね、サーチエンジンに載せるなっていうキーワードを。で、やれはもうそれだけでも一番浅いところの意味はなりますからね。ダークウェブになるじゃないですか。あのあれですよ、二次創作の漫画とかそういうのって基本的に検索に引っかからないようにするんですよ、うん、文化として、はい、あの辺の対策は全部その辺じゃないですか。ロボットドットテキストに書いて検索エンジンに載せないっていう、まあシンプルですけど、それがまあ一種のダークウェブじゃないですか。ダークウェブ、うんうんうん、でもっと深いところあるじゃないですか、あの専用ブラウザがないとアクセスできないけど、あそこまで行ったらもうだいぶもうあの普通の一般人がたどり着けるディープな部分やと思うんですよ。うんうんうん、一般人がたどり着けるな、うんうんうん、はい、まあ、当時でいうところの MX 使うぐらいのとこやな。あ、そうそう。うんうんうん、で僕知らんかったんですけど、むっちゃ深いところがあると。うんうんうん、で、そのもっと底の底があると。うん、あの結構一部がそのなんか面白がってそういう真相の部分にたどり着いた人がおって、うんうんうん、それをこういう YouTube とかそういうメディアで言ったりする人がいて、うんうんうん、まあ。それはまあ制裁を下されるでしょう、うんうんうん、なんでいっぱいいろんな話があるんですけど、まあ興味はありますから、そう入ったらやばいと思うんですけど、まあ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 、どんな世界になってんのかなって思いますけどね。氷山の一角的にすごい深いっていうのは、でも私たちがさ、それこそ知り合った頃の少し前、はい、ほんまにあの無法地帯やった頃、はい、で、あかんやろっていうもん、確かにゴロゴロしてた場所ってありましたよね。ありました、ありました。ありましたよ。うん。でももう、あの、ほんまにありましたね。あったよね。あの当時ってほんまにその、匿名掲示板がほんまに匿名やった時代やんか。その、はい、IP とかの情報残してないとかさ。そういう時代でしょ。の時はあったもんね、でも。まあ、あのでも見えなくなっただけで存在してるんやと思いますああいうものは、まあ、してるんじゃないですか、うん、でそれそういうのもその AI のその技術の発展に伴って、うん、また新しい進化を遂げるのかなと思いますけどね。 AI の技術の進化とあとはあれじゃないですか、その量子コンピューターのあれによってパスワードの概念が今後変わっていくでしょうからね。ああ因数分解できるんですよね、うん、って言われてますよね。量子コンピューターやったらどんな時代になるんかなぁ。ただ AI ができるようになって豊かにはなるんじゃないですか。でもさ AI がすごくなりすぎたらさ、オリジナルの価値って下がるんかな。あーでも下がるんちゃいますか。あーでも僕デジタルに生きて人にしかできないことって生み出すことやと思ってたんですよ。うん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 、でも今のその AI の技術とかっていうのを見ると生み出してきおるところがあるから、うんうんうん、それって僕らにできない新しいことを生み出す行為が AI にできるのであれば、それはあの何でしょう、あのオリジナルがどっちか問題みたいになってくるんで、あ僕がねその辺思うのって、はい、生み出されたもんに評価を大多数の人がするんやったらそれはそれでありやと思ってるんですよね。はい、僕っていうのがあのあれなんですよ、音楽に関して僕は OK と思ってて、はい、絵画に対してそんなもんどういうことなんて思ってるのが一つあって、はい、基本的にまあその広告とか情報操作とかそういうのをとりあえず取っ払って考えた時って、はい、音楽の人気って基本的に多数決でしょ。多数決、多くの人がいいとされるものがいいじゃないですか。でも絵画って一人が高いお金を出せばそれって成立するでしょ。おお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 しま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 。僕あの考え方大っ嫌いなんですよ。おお大丈夫かな今の。はい、だから例えばさ、そのゴッホさん、あの人ってその生きてる間評価されへんくて亡くなってから評価された、あの不運の画家さんやとか言われてるけど、はい、それって結局後になって誰かがその絵に対して高いお金を出しただけじゃないですか。本来やったら
ゴッホの絵っていうのが広まって、みんながこの画家すごい、この絵好きってなって評価されてんのやったら、それほど素晴らしいことはないと思う。だから俺漫画とかって人気があって成立してるから、はい、あれはいいと思うんですよ。ただそれってコピーでも価値が一緒やからね。はい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 、うん、あのでも絵画なんてさ、オリジナルじゃないとその何十億とか出せへんやんか。はい。だから全く同じもんをさ、AI が量産できるようになった時、絵ってどういう風に進むんかなっていうのが俺はちょっと気になるというか。AI の絵ってありますもんね。そう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 。あの AI の描く、あのほんまにリアルのあの人間の絵とかって今も出てきてるやんか。最初、はい、AI ってさ、指描かれへんとか言われとったけど、今指も描いとるやろあれ。いやー。すごいっすね。うん、すっげえよな。真実とは人が脳みそで考える相対論なんで、うん、100人それが正しいって思ったら、うん、100人分の正しさでそれはそこに存在しているものなんですね、うん。絵画の価値っていうものについて、うん、述べることは難しいですけど、うん、その絵画が100人それは正しいって思ったら、うん、それはもう100人分の正しさなんで、うん、価値のあるものっていうことになるんでしょうけど、うん、一人がすっごい金を出してそこに価値が見出されるっていう仕組みは僕も変やと思います。変やよな、はい、だからそれで何十億の絵やからすごいって思ってる人が多いんじゃないかなと俺は思うんだよ、うん。みんながその絵が素晴らしい素晴らしい、みんなが欲しい欲しい欲しいで、結果として値段が上がってんのやったら、それはいいと思うんやけど。ほんまに腹の底からその絵、いいもんやと思ってるんかなっていうのがあります。そうやろ？ほんで、実際絵画なんてお金を出して買う人っていうのは、本当に限られたごく少数の人であって。はい。でも、例えば今の時代漫画が売れへんとか言われてても、やっぱお金を出して漫画買ってる人がいっぱいおるから、人気出て、お金を出してそのジャンプを買って、そのジャンプの中で人気投票で上位に来るから連載って続くわけじゃないですか。単行本が売れて、はい、そこの多数決がやっぱ成立してない仕組みって AI が台頭してきたらどういう風な進化を遂げるのかなってふと思いました。はい、 AI は漫画描けないんじゃないですかね。ご視聴いただきありがとうございます。でもあの AI が作ったニルバーナのあの曲っていうのもすごかったしな、あれはすごかったっす。あれはすごかったな。ちなみに僕はあの村下幸三さんの AI ので最近感動しました。あれすごいですね。以上です。はい、長々と脱線トークお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。